みなさん、こんにちは。歌って踊れる算数教師、栄新館の矢永です。よろしくお願いします。じゃあ、教科書73ページを開けてください。はい、ちょっと簡単に説明してください。ぐるり1周が50センチで、長方形というのは向かい合う辺の長さが同じだね。そしてここも長さが同じだね。50から9センチを2つ引くね。はい、そしてこれを2で割ります。 OK。 そしたら括弧の中は32センチだね。 OK。 これを2で割ります。だから答えが14センチこうなります。 OK。 はい、四角4番見てね。ここが10センチ、これからここが7センチ。じゃあ聞きます。答えは OK ゲッツ。画面の前にみんなできた。ここに長方形を入れるんだね。そして、はい、ここの長さをここに移し、ここの長さをここに移すんだね。 OK。 なのでみんな、ここ何センチかな。はい、ここ何センチ入れますか。この中に、でここ何センチ、ね、ここは17センチになるね。長方形の周りの長さだから、縦縦横横、縦縦横横ね。はい、なので、はい、縦縦横横、はい、かける2とします。こんなやり方もあるんだよ。54センチという風になります。 OK。 はい、ではね、練習問題いってみましょう。さっき先生が基本の問題でやったような、あの作戦を伝えたいな。ここにここ補っています。はい、こういう風に補っています。わかる。それからここに、そう、長方形をちょうど当てはめるように、こんな図を書いてみてください。ここ、この5センチはこっちに移ります。こうね。はい、そして次にこの3センチ、この3センチをこっちに移します。こう移しますね。はい、そしたらこの凸凹とした形の周りの長さ、この長方形の周りの長さと同じになりますね。わかる。はい、長方形のまず横の長さ12センチね。縦の長さは9センチだね。そうしますと12+9かける2、縦縦横横作戦、縦縦横横。 OK。 はい、なのでこれを計算すると、括弧の中が21だね。かける2で42センチメートルになります。これが括弧1番の答えです。え、またライブ授業に参加してね。はい、今日ありがとう。じゃあこれで今日終わります。ありがとう。